ジーン・ハーローはアメリカ合衆国の女優。1930年代のセックスシンボルとして活躍した。コミック、映画などで有名なスーパーヒーローであるバットマンを執筆したボブ・ケインはバットマンの敵であり時にロマンチックな関係でもあるキャットウーマンのモデルの一人としてジーン・ハーローをイメージしており、最も感覚的に女性の美しさを象徴していたと評価している。 地獄の天使でのジーンハーローミズーリ州、カンザスシティ出身。16歳で駆け落ちし、ロサンゼルスに移り住んだ。そこで映画のエキストラの仕事をするようになった。その結婚は長続きせず、離婚後さらに大きな役を得ようと努力するようになった。1930年、彼女はチャンスをつかむ。ハワード・ヒューズ監督作品の地獄の天使の制作スタッフは、 ヒロインの代役を探していた。ヒロインはすでにノルウェー人の女優グレタニッセンに決まっていたが、彼女の名りがひどかったために早急に代役が必要だったのだ。そんな時、たまたまスタジオにいた彼女が抜擢され、妖艶な彼女は一役スターとなる。プラチナブロンドというニックネームを与えられ、悪女や洋風役で人気を得た。また、クラーク・ゲイブルとの共演作も多い。 アルコールの問題を抱えたり、2番目の夫、ポール・バーンが結婚後2ヶ月で、ピストル自殺するなどのスキャンダルも多かった。1937年に腎臓を患い倒れ、そのまま26歳で死去した。その死の経緯についてはいくつか説があり、クリスチャンサイエンスを信奉していた彼女の母親が、医者に見せることを拒否した、もしくは本人が治療を拒んだとの説もある。 1930年代に小説トゥデイズ・トゥナイトを書いたが、1965年まで出版されなかった。米国映画協会が1999年6月に選出した米国で最も偉大なる女優50名の中で第22位であった。ありがとうございます。